森江春作の事件簿シリーズ裁判員法廷。裁判員法廷は、足べたによる日本の連作推理小説。2009年に導入される裁判員制度を、いち早く小説の題材として取り上げた作品であり、後書きでも作者が、おそらく本邦書と語っている。裁判の開始から弁護士と検事の応酬など、制度に細かく触れながら、読者である、あなたの目線で、 物語は進む。オール読み物2006年4月号に掲載された真理と J. ノベル2006年10月号、11月号に掲載された表記、書き下ろしの自白からなる。雑誌掲載時のタイトルは裁判員法廷2009。2009年にはテレビ朝日系列土曜ワイド劇場でテレビドラマ化され中村梅若が森江を演じる。 制度の導入が決定する前の1998年に作者は売信員制度が導入されると仮定して執筆された作品13番目の売信員を刊行しているコンサルティング会社社長の殺人事件現場で発見されたサバイバルナイフは被告人アリガが威嚇のために持参した自分のものであることを認めている柄からはアリガの指紋が刃からは 被害者の血液が検出された。しかし、アリガの弁護人、森江は無罪を主張する。ある男性の死亡事件の法廷弁護側最後の証人が出廷しないまま、裁判は表記へと移る。職業裁判官3名と1人の裁判員以外は、まだ有罪と判断を下せない。あなたたち裁判員は、森江の意思を組み、不在の証人が法廷で何を語る予定だったかを、 勘案していく、まるでミステリーもののドラマのように、検察官が読み上げた、控訴事実をすべて認め、自分は有罪だと主張する、被告人。しかし、彼の無実を信じる、友人らの看破によって雇われた、弁護人、森江は、真実を追求する立場から彼の無罪を主張するという、被告人と弁護人が、真っ向から対立するという異様な状況は、どのように展開するのか。 詳細は弁護士、森江春作の事件を参照原作のうち書き下ろしの自白を元としている。ありがとうございます。